はようございます。1月23日土曜日の朝です。今日は目のレッスンをやりたいと思います。目のレッスンはほとんど間違いなくそのまま眠くなってしまうので、今日は土曜日の朝なので安心して、お布団の中でやっていただければいいんじゃないかなと思います。で、目の周りの緊張を取ると体全体も少し楽になるんじゃないかなと期待してこのレッスンをやりたいと思います。まず鏡で今のご自分の目どんな感じかなってちょっとチェックしておいていただくと変化が分かっていいかと思います。今日のレッスンはほとんどもう動きがないので全然動画を見る必要がない、私の声でゆったりとやってください。いつも言いますけれども、この動き自体を限界までやろうとせずに、ご自分が動く範囲の、そうですね、8割多くて8割くらいの動きでやるようにしていただくといいかと思います。で、今日はこの右目だけをやりますけれども、右の目の玉ですね、黒いところ、これが今真ん中とすると上、下、左、右というふうにその声に従って移動させてください。そして例えば右に行ってそのまま上に行って、上に行ってそしてまた真ん中に降りて、真ん中から下に降りて左に行って、下からサイドに行くときはこの円弧を描くように、上が上限、下が下限というふうにして円弧を描くようにしてゆっくり動かしてください。厳密にやろうとせず適当に緩やかにやっていただければいいと思います。では仰向けになって最初の体をチェックしてください。今の床の上の体を観察してください。右側と左側、床の上にどういうふうに横たわっているでしょうか。呼吸はどうですか。右の胸や左の胸の動きをちょっと観察しておいてください。ゆっくり頭を左右に傾けてください。ここまではいつもの感じと同じです。今日の体はどんな感じかなっていうふうにご自分の体を観察してください。で、楽なところでその動きをやめて両膝を立ててください。そして右の手のひらを右目に当てて、左の手のひらを左の目に当てます。この時にこの指先が、この眉間のあたりで交差するようにこういう感じで置いてください。そしてこの手のひらが目に当たらないように浮かせてください。ふわっと手をこの目の上に置いてください。で、光が入らないように目を覆ってください。決して目に当てないように、ぐいっと押し付けることのないようにふわっと覆いかぶせるようにですね。で、今この感じで暗いところ、一番暗いところはどこなのかな、全体が真っ暗いですけれども少し色にグラデーションはないでしょうか。どこら辺が一番暗いでしょうか。では右目を動かしていきます。
もちろん右目が動いたら左目も動くと思うんですけれども、それは全然気になさらず動くままにしてあげてください。右目を左右にゆっくり動かします。左を見たり右に動かしたりですね。軽く目は閉じておいて、目の黒いところを左、右、ゆっくりと動かします。この時に呼吸にもちょっと気持ちを向けてください。呼吸が止まったりしないように気楽にやってください。黒いところが真ん中に戻ったら、今度上、下、上下に動かしてください。8割くらいの範囲でですね、柔らかく柔らかく動かしてください。これが、上下ですね。で、左に行ったり右に行ったり、これが左右の動きです。はい、ではちょっと手を外して両手両足を伸ばして休んでください。私が休んでくださいっていうふうに言わなくても、ちょっと疲れたらこうやって体を床に預けて休んでください。もう一度両膝を立てて、同じように手を右手で右目、左手で左目、そして指先、眉間のあたりで指先がクロスするように。で、今度は右目の黒いところが右に行って、そのままぐるっと上に行って左に行って真ん中に戻ります。半円を描くように、目の黒いところで半円を描くように、真ん中から右に行って上を通って左、そして真ん中に戻ります。優しく優しくぐいぐいやらず、呼吸が止まったらそれはちょっとやりすぎのサインです。で、真ん中に戻ったら今度は左に行って下へ行きます。下限ですね。右に行って真ん中、左、下、右、真ん中、下の半円を描きます。で、これ何回かこの下の半円を描いたら真ん中に戻って、今度は真ん中から上に行ってぐるっと右に行って真ん中に戻ります。4分の1円ですね。真ん中から上、ぐるっと右に行って真横の真ん中です。今度真ん中に来たらそのまま左、下へ行って真下から真ん中へ戻ります。左下の4分の1円を描きます。柔らかく柔らかく。で、真ん中に戻ったら今度は上に行って右に行ってそのまま下に行って真ん中に戻ります。右の半円を描きます。優しく優しく、精密に正確にやろうとせずに楽に楽、なんとなく右の半円を描いてください。真ん中に戻ったら今度は下に行きます。目が下に行って左に行ってそのまま上に行きます。左半分の半円を描いてください。真ん中に戻ったら今度は右に行って下にずっ
と言って左まで行って真ん中ですね。下の半円を右から描きます。真ん中に来たら左へ行って、上をずるっとぐるっと通って右に行って上の半円、地味な動きですけれども気楽にやってください。で、真ん中に戻ったら上、左へ行って真ん中に戻って、そのまま右で下へぐるっと行って真下に行って真ん中、そのまま上に行ってぐるっと右に行って真ん中に戻って、左へ行って下を通って真ん中ですね。ではゆっくり手を外して両手両足を預けてください。呼吸を楽にしてください。右側と左側の感じを比べてください。何か感じ違うことがありそうですか？もう一度両膝を立ててください。手をふわっと目の上にかぶせます。最初のポーズですね。で、今の暗さ、最初と比べて何か変化がありましたか？右側と左側と比べてください。ではもう一度真ん中から上、下、黒目が上、下、そして真ん中に戻ったら左、右、そして真ん中から上に行ってぐるっと一周してください。今度は真ん中から下へ行ってぐるっと一周してください。右へ一周したり左へ一周したり、真ん中に来たらゆっくり手を外して両手両足を伸ばしてください。呼吸を楽にしてください。ゆっくり頭を左右に傾けてください。右側と左側とこの転がり方に何か違い変化があったでしょうか？ではゆっくりと起き上がってください。ちょっと眩しいですけれども、いかがでしたでしょうか？ちょっと鏡で右目と左目をチェックすると、こちらの右半分と左半分の顔の感じが違うのがわかるでしょうか？こちらの半分が力が抜けている感じがします。ぜひ左側もやってください。では今日は天気が下り坂になるようですが、ゆったりとお過ごしください。では今日も良い一日になりますように。目がすっきり。